この俺がここまで見事というしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ！ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。あの石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ！おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ。今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。真樹海降誕。俺の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺え、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？
ってるの？サスケ、あいつ。ああ、カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。しかし、強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、崇め恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた大月かぐや。大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼズ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ？子供さ、母カグヤのね。どういうことだ？貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを？封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけに、お前はマダラに近づき利用したというのか？その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に
全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。そう。その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ。とんでもねえのが。ああ。羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナゾ、分かってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に嘘つきでやがる。なんて邪魔してやがんだ。まだ本気じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。ナルト、奴は真の実力を出していない。わかってた。さっさと寄れ。私は何もできない。よし、俺に考えがある。任せてくれ。お前には届かぬ。みんな行くってばよ。甘い。行くぜ。逆ハーレムの術。よっしゃ、大成功。時は満ちた。待てた。こうも自由自在に空間を変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。逃がさぬ。止まっ。甘い。止まっ。始末で逃がさぬ。止まっ。お前には届かない。惑星の戦士剣。封じるもクソも、隙を見つけるだけでも苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ。遅い。よっ、空間が変わった。サスケ、気付けろ。分かってる。
どうなってばよ。さっさと呼べ。逃がさない。遅い。動きが鈍った。今だ、謎を。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは、俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。大作のお前が神の前に立つなよ。場違いだ。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。だがな、どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。どうすればしまいできる。ふっ、カトン、あとは頼んだぞ。逃がさない。これでしまいできる。逃がさない。これが壁になる。あとは頼んだぞ。逃がさない。準備を逃さない。消える。あとは頼んだぞ。
俺を再び光に戻してくれた恩人だ。そしてお前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。逃がさない。選択せよ。なんだこいつ、必死になってバカみたいだ。無駄。遅い。一気に行く。よっしゃ。チッ、抜け出したか。サンキューオビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。超重力の空間か。体が、おめえ。だが、やつもかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前、カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつで、なぜなんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔す
するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと？どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。え？その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。世界を守る。せい。まずは一本。次だ。離れるか。体の割に攻撃速度が速い。ああ、だが目で追えないスピードではない。必ず勝てる。よっ、カムイナイキ。離れるか。カムイ電気。いける。
撃。離れるか。
限界が近いようだ。だがさすがの奴もあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれっては俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも。当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん。行け。小さなチャクラどもが、わらわを、わらわをなめるな。なんてさっき、ここまで来てひるむなよ。これでどうなるのよ。残された時間は少ない。防御より攻撃、攻めるわよ。おくそ、しぶとい。なかなか倒れねえ。暇があったら奴を攻撃しろ。もう残された時間は少ないんだぞ。逃がさず恐ろしい。急いで、もう黒いのが目の前に。分かってる。時間がねえ。もう攻めて攻めて攻めまくるしかねえってばよ。行けるぜ。下がってろ。頑張って。忍び！忍び！これで死ぬ。頑張って！忍び！母さんがここまで。何なんだよお前たち！どこにこんな力を！てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ！忍びなめんじゃねえぞ。飛べ。どこに行け。これで始末だ。あの教材お待たせ。任せとけ。どうなってもよ。ああ、
っさと呼べ。邪魔しねえ。甘い。これどうだってさ。みんな、行くってばよ。おら！あなたの車！美獣、惑星螺旋手裏剣！後は好きにしろ。よっと、貴様ら。ナルト、準備はいいな。ああ嘘であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ！行くぞ！チャンスです！これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ？あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特に
ナルトにサスケ。お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたな、マダラ。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。お、俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。
繰り返される退治、繰り返される拒絶、繰り返される友の声。自称神聖の将、お前は一体何なんだ。友達だ。さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。下術のやり方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトとリンネガンを持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか、あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと、サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。そのお前の言う火影とはどういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かにかつての俺はただ破壊を望み復讐だけが目的だった。だが今は違う。破壊し、そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、世界をな。つまるところ、俺の掲げるもの、望みは革命だ。自爆転生。必ず助け出す。少しの間辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。うまくいかぬものだ。結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのか。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっているな。
私は、私にはどうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに、寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまただだこねて泣くしかできない。みっともないよね、本当。でもサスケ君、少しでも私のことが心の隅っこにあるなら、お願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。ちゃんに現実までかけることがねえだろうが。さくらはお前を助けたかったんだ、ずっと。お前に殺されかけたこともあるこの子が、今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。それが失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんとサスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。行ってくっつ。ああ、頼む。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだ。ああ、お前たちとのつながりはもう断ち切った。前にも言ったはずだ、親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな。他人は黙ってろ。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それに火影だってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言う火影はお前のそれと全く違う。うちはいたち、影に生き、影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思う火影とはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言う火影とは
五影すべての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。かぐやとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そして俺たち兄弟のように。結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。ナルト！サスケ！そんなものはただの縛りにしかならない。俺のなす革命にそんな甘いものは必要ない。必要ねえぞ。バケバケしてんじゃねえぞ。助け、お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。さは変わらないな、てめえは。俺の人道だ。お前も分かってんだろうが。なら、その人道ごとお前を切るだけだ。無駄な抵抗しやがって。さくらちゃんと約束したからな。お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。どうなってもよ。こっちだ。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。
全てのケリを捨てる。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者を、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなどお前なら造作もない。そうだろう。なあに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。
それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあサスケくんが待ってる。行ってこいナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ナルト…まだだ、まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ、何度も、なんで、お前は、何なんだよ、お前は一体、何なんだ。友達だ。だからお前を、一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を斬る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互いもう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われて、俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば
お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに俺はいつも一人だった。けど同じような奴がいるって思って嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が繋がりを持てた。第7巻で運命やってる。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。なんなんだてめえは、一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？昔から変わらないお前のその態度が。超大幅な戦艦やっと。サスケ、俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さないけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。よっと、お前はナルト！何しやがる。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前は、ああ、てめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。うん、全然思わないってばよ。お前こそいつもチムチムしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。もっとみんなで遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。でも言ってんだ俺、バカバカバカ。勝手に混乱しやがって、意味わかんねえやつだな。
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまで、なぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜ、そこまでして俺に関わろうとする？何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ！友達だからだ。友とは、お前にとってのそれは
一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違い、バカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらない奴だと思い、弱い奴だと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し、俺とお前は同じ班になっちまった。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。あ？なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。バカ野郎！この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえよ！ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ！なあ、ナルト、俺はお前を認めちまった。ここで俺が死ねば陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。ったく、それ以上ぐちぐち言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。友達だ。
なんで俺にそこまでこだわる？友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする？何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。せえよ、うっすらトンカチ。やっぱりここか。カカシ先生。ああ、行ってこい。てめえには負けねえってばよ。ほざいてろ、うっすらトンカチ。ああ、もう本当、うっさい。やっと戻ったね。
かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの私もついていくって言ったら？罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。ん？お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。創世に始まり、大続きを経てもなお、やむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち、戦い続けた。されど、わずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り、先を開く。友を作り、友を追い、友と挑み、友と結ぶ。その意志は
やがて忍びを包み、世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。さあ今こそこの書に名を記そう。その名は渦巻きナルト物語。この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、またこの葉は芽吹く。